第5試合ノア VS 新日本スペシャルタッグマッチ、モハメド・ヨネ小川義成組対新日本永田裕二渡辺貴明組。第5試合はノア VS 新日本スペシャルタッグマッチです。そろそろ俺も動く、ノアのベルトが欲しくなってきたんだ。2週間前永田はこう話しました。永田のその目には GHC ベルト完全に視界に入っています。先に登場するのは永田、そして渡辺、新日本の2人です。この2人今年1月のノアツアーに参戦しています。今回およそ8ヶ月ぶりのノアマット参戦、そして永田はつい先ほど発表されたばかりのグローバルリーグ出場選手に名を連ねました。永田の名前が最後にコールされると後楽園大歓声がつきました。さあ登場です。渡辺が先頭、そして後ろから永田裕二、後楽園ホールゆっくりと見回すようにヤングライオン渡辺貴明先にリングインしました。そして永田裕二、今悠々とリングイン、そしておなじみのポーズ、永田裕二8ヶ月ぶりのノアマットです。ヨネは話しました。今日後楽園で永田、 10.5 横浜分隊で中村、これは格好の獲物、新日本を一気に叩く。ヨネもつい先ほど発表されたばかりのグローバルリーグ出場選手に名を連ねました。こちらモハメド・ヨネ、 8.4 リファ有明での GHC ヘビー挑戦から1ヶ月半、新日本を叩きグローバルリーグに流れを作ることができるのでしょうか。モハメド・ヨネ、タッグを組むのは小川義成、45歳の永田に46歳の小川、時代を築いてきた同世代の対戦です。負けられないでしょう。解説は元週刊プロレス編集長佐久間和彦さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ノア対新日本いう対戦なら、あっとモハメド・ヨネ早くも永田とマット中央睨み合いです。渡辺、そこに渡辺貴明も入っています。あと小川義成もこのタッグマッチ、両者早くもマット中央睨み合いです。渡辺、永田は渡辺に何か耳打ちをして、今ゴングが鳴りました。第5試合30分一本勝負で行われますノア VS 新日本。佐久間さん、はい、今ヨネは永田と最初手を合わせたそうな、そんな感じがしましたね。そうですね、まあ、やはりねこうターゲットとしていく部分ではね、美味しい獲物というのはヨネの方にはあるでしょうけどね、行きましたね、行きましたね。ただねこれ渡辺としてもこのね相手キャリアありますよね、ヨネ小川、そこに、ね自分の存在感刻んでいくということはね、ホームリングの新日本にもこの先生きてくるでしょうから、やっぱりもう永田に譲ってはいられないという思いはあるでしょうね。渡辺は一昨年デビューしました。そして今年1月にノーマットに初参戦しています。26歳。さあ永田が出てきました。ヨネと早速エルボーの打ち合い。この両者グローバルリーグ戦2013出場が決まっています。モハメド・ヨネは4年連続4度目、永田裕二は2年連続2度目の挑戦。アート側が入ってきました。佐久間さん、この永田のアート、切り返しですね。さあ締め上げていくか、小川がっちりと決まっています。投げていったのは永田。佐久間さん、今年のグローバルリーグ、はい、永田の登場というのはかなり楽しみな対戦になりそうですね。そうですね、やっぱ昨年もねリーグ戦に出場したあと一歩のところで、ね、優勝戦進出を逃していると、永田としてはねこれ非常に高いモチベーションを持って臨んでくると思いますよね。永田は去年のグローバルリーグ A ブロックでモハメド・ヨネと対戦しています。その時には筋肉バスターでヨネが勝利しまして、まあ、永田の勢いをヨネがストップしたと、うん、
というような形になりましたからね。そうですね、やっぱそういう思いもあるんで、ね、この戦いっていうのはね、普通の対抗戦にはとどまらない、個人としてね、次につながる戦いにもなりそうですよね。そうですね。今マット上では渡辺貴明が、おがい、あっと、こちらは小林邦明さんですね。かつてトラハンターとして活躍しまして、新日本プロレス、今道場で若手の育成をしていると。この渡辺のファイトをね、やっぱり目を光らせてますよね。強烈ですね。今米野のキック、小林邦明さんが見つめる前で渡辺貴明、米野の強烈なキックを浴びました。さあ場内は一気に米野コール、トラハンター小林邦明さん、渡辺貴明のファイトを見ています。まあ、渡辺としてもね、永田がコーナーにいますしね、小林さんも見ているということで、ね、やっぱりここはね、引いてられないでしょうね。はい。さあ場内は一気に米コールも上がりまして、ボルテージが上がっています。もう一度かばいた音、おっと永田が出てきました。米を蹴り上げて、試合の権利は永田にはありませんか。あっと、これね、米あえて受けてるようなところがありますよね。一発二発さん、そうですか、これは効かないぞぐらいの感じですよ。米、あっと、しかし、あ、行きましたね。今度はやり返しました。今日はこの後行われますジュニアのベルトをかけて、石森と、石森が GAC ジュニアのベルトをかけて挑戦します。対戦がありますが、そのために鉄柵がありません。対戦相手はフェニックスです。さあ今マットの中央では小川が渡辺を、そしてモハメド・ヨネが永田を、場内階段を上がっていきます。ヨネが永田に対して、さあ助走を取っています。ヨネが助走を取っている。さあ永田に対して何を見せるのか。場内はヨネの大歓声。さあ助走をつけて永田に対してラリアット。永田はヨネにもたれかかるように倒れました。マット上では渡辺が小川を蹴りつけていきます。さあモハメド・ヨネは永田にラリアットを見舞って、そして悠々と場内の階段を降りてきます。ヨネは 8.4 ディファーリ明けで GAC ヘビーに挑戦しました。敗れはしましたが、非常に激闘を見せまして、ノアファンの心をがっちりと掴んでいましたね、佐久間さん。そうですね、ヨネはね、今の永田との攻防もそうですし、その後のね、中島克彦との戦いだったりとね、テンションをね、落とすことなくいいファイト続けてますから、これね、グローバルリーグ戦に向けてもね、結構台風の目になってきそうな気もしますよね。ヨネ本人は、このグローバルリーグで優勝して、そしてもう一度、年内に GHC のベルトを挑戦したいんだということも話していました。さあそのヨネがボディスラムで渡辺を倒して、あと今永田も戻ってきました。あっとギロチン的確にヒットさせます。新日本の渡辺貴明に対して、渡辺は26歳、178センチ90キロという肉体です。カウントは2。さあヨネが締めていきます。新日本の渡辺貴明、高校卒業後一度は専門学校に入学しましたが、プロレスラーへの夢を捨てられずにアニマル浜口ジムへ入門、そして新日本プロレスの門を叩いて一昨年デビューした、その渡辺貴明をモハメド・ヨネ余裕の表情で締め上げていきます。まあやっぱりね、どうしてもこうね、小川は試合のコントロールするのが非常にうまいですし、はい、米はね、一発一発の攻撃に破壊力がありますから、こういう展開になるとどうしても渡辺が捕まる展開になってしまいますよね。ここまではノアの2人のペースと言ってよろしいでしょうか。まあそうですね、やっぱりこう永田がね、ちょっと米の挑発で熱くなってしまった部分はいまいちね、こう試合をコントロールできてないというところでね、ちょっとこう渡辺が孤立してしまってますよね。はい、まあ、永田は 9.7 ディファ有明大会の後、俺もノアのベルトが欲しくなってきた、そろそろ動くということも明言しています。このグローバルリーグそこを経て GHC へのベルト挑戦というのも視野に入っているかもしれません。さあその永田がマットに入ってきました。あっと、やはりまず標的は米。グローバルリーグでもまだブロック枠は発表されていませんが、対戦の機会があるかもしれないモハメド・ヨネを蹴りつけていきました。マット上では小川吉成に対して永田裕二、
あとこれはレフリーを使って攻撃を開始しました。小川義成、さあロープに飛ばして、おっとこれは軽やかに立って、ここは動きの読み合い、そして蹴りつけていきます。カウントアップ2返しました。46歳の小川、そして45歳の永田のプロレス時代を築いてきた2人、動きの読み合いという部分でもさすがベテランという動きを見せています。佐久間さん、しかしこの2人年齢を感じさせないような元気なファイト見せますよね。そうですね、10年前ぐらいですかね、J チームのタッグを、ね、巡って三沢小川組対永田棚橋というのがあったんですけど、はい、2004年ですね。そうですね、はい、もう9年ですか。それからね、あまりね2人変わらずこう若々しいファイトを見せてますよね。そうですか、変わらずにここまでプロレスの道に極めてきた永田、そして小川、そして米が行きますよ。お客さん声をかけました。キロッチカウント2返しました。米のギロチンが、いや米本当に一発一発強烈ですね。はい、ケンタとの GHE ヘビーのベルトをかけた対戦からまた一気にこのパワーというのも増してきているような感じがあります。モハメド米、これから始まるグローバルリーグ、果たしてどちらの選手が存在感を見せていくのでしょうか。去年の大会では米が永田に勝利しています。あっとワイルボール打ち合い、これは意地のぶつかり合いか。ロープに飛んだ米、顔面でキック、しかし今度は永田やり返します。もう一度必ずやり返す永田、あー飛んでいった、米が飛んでいきました。同じ、ね、技をやられて同じものを返していくという形でね、はい、本当にこうお互いに意地を感じますね。そうですね、意地のぶつかり合い。そして後楽園は米コール、ロープに飛んで、あっと永田エンズイエローキック、しかし倒れない、スープレックスで投げていった、永田が米を投げていきました。カウント2返します。しかし米には渡辺が呼んでますよ。おっと渡辺が自らアピールして永田にタッチを要求しました。ヤングライオン渡辺貴明、ここは頑張りどころですね。息のいいファイトを見せられるでしょうか。エルボー、エルボークラスの雄たけび、ノアのマットでも渡辺貴明自らの存在感をアピールしていきたいところです。おっと首を掴んだまま、さあカウント、小川カバーに入ります。小川は永田を場外へ。試合は10分を経過しました。もう渡辺がノアの2人に対して交互にエルボーを浴びせていきます。がむしゃらなファイトを見せている渡辺、さあしっかりと掴んで投げていった、豪快に投げていった渡辺、カバーに入る。佐久間さん、渡辺、はい、まあ、一昨年デビューということですが、はい、体もしっかりしていますね。そうですね、まあ、やっぱりね、アニマル浜口ジムで鍛えられてきてますから、新人特有の、ね、細さみたいなものは全くないですよね。はい、これ米に、ね、真っ向からパワーでぶつかっていってますからね。そうですね、エルボー見回して、あーっとラリアット、今度は米が返していった。まだまだ若い者に好きにはさせない、そんな気持ちでしょうか、モハメド米。そして今米は渡辺を倒した後、永田の姿、場外の永田の姿を確認していました。さあ蹴りを見合わせて、ここで永田がカットに入る。米の目には永田、しっかりとその視界捉えています。これ米はね、永田今分断、小川がカットしてますからチャンスですよね。そうですね、さあ米はロープに飛んでラリアット、すごい一撃ですね。体を浴びせるようなラリアット、さあカバーはカウント2、うん、いや今のよく返しましたね。渡辺なんとか返しました。あっとこれはトップロープに乗せて、新日本と渡辺に対して筋肉バスターをお見舞いするか。さあモハメド米で落としてきた、これで決まるか。カウント3、入りましたモハメド米、どうだと言わんば
かりのこの表情、渡辺貴明を筋肉バスター沈めました。そしてすぐさま永田と睨み合い、永田もマットの中に入ってきます。さあリング上でこの後グローバルリーグ両者とも出場する2人、ヨネとしてはこの永田、そして10年後横浜で対戦する中村、この2人を一気に叩いて、そして GHCA のベルトをもう一度挑戦するということも話していました。ヨネが悠々と今勝ち名乗りを受けました。12分4秒、筋肉バスター渡辺貴明から3カウントを奪っています。ヨネは足早とマットを去ります。そして永田裕二、あっと今永田裕二が椅子を持っていますね。おっと永田裕二、何やら このノア対新日本というこの構想も一層激しくなっています。そして新日本の渡辺貴明、非常に元気のいいファイトを見せましたね。そうですね、まあ、またね今度参戦の機会があったらね、こうさらなる成長した姿を見せてほしいですね。そうですね、モハメドヨネが